大倉山周辺の地形図右上が花見山台。倉山は鳥取県日南町の山で、標高は1112.13メートルである。大倉山は中国山地の分水海にある残球で、他の山とは両線がつながらない独立峰である。付近の花見山、麒麟山、稲積山なども同じように一定の距離を隔てて独立しており、山地の解体の典型例となっている。 中世代の河口戦力岩が主な構成岩で、これが風化してできたマサ戸が山麓で寒斜面を形成している。こうした地形は、ここから約2 0トル南西の小ヌカ付近で、顕著に見られたことから、小ヌカ地形と呼ばれる。山麓各地では、古来からこうした山麓の寒斜面の風化河口岩を崩して、寒な流しが盛んに行われた。 現在の地名や地形にその痕跡が残されており、現在の姿は自然の産業が大きく変えられた人工地形とみなされている。ただし植林も行われて樹林は豊富である。山頂には三つの頂があり、このうち中央に二等三角点、大倉山が設置されている。一級水系日野川の支流岩見川や白尾線が山の周囲を百八十度ぐるりと回り、これらの川沿いの道は、 大倉巡り、大倉周りと呼ばれてきた。大倉巡りでは、各方角から山陽を重望できる。大倉山には、様々な異名がある。日本山学ルーツ大辞典では、倉は、崖、岩場の井で、岩場の多い山という語言説を紹介している。出雲国風土器には、古代に呪しによる連絡網が整備されていたという記述があるが、日野軍史では、 大倉山にも狼縁台があり、出雲国の厚垣、呪しの次は大倉山の呪し台だったとしている。江戸時代の鳥取藩の文書によれば、与那古城から11里離れた大倉山の頂上から、松江に近い星上の山や、新見と小原の中間にある荒戸山を眺めることができたとされ、戦略上の用地であったと考えられている。一般に、 山陰地方の河口岩は鉄分を含んでおり、風化が激しい大倉山では、砂鉄の採取と神奈流しは一体で広く行われてきた。また、戦国時代末期の1595年には、稲葉国を治めた亀井惚れのりが大倉山で銀山を見出している。このほか太平洋戦争中には、大倉鉱山が開かれ、銅や鉛鉱山が採掘された。 ありがとうございます。